皆さんどうもこんにちは、山竹です。さあ前回の動画でレート2666になったところですが、その続きからねやっていきたいと思います。今25連勝中なんですよ。普通に結構いい感じですよね。勝率で言うともう9割5分超えてますからね、これね。最低のさあ初っ端の相手6連勝中ということでね、まあ、しかし自分今結構温まってる状態なんでね、まあ普通にやっていけば負けないかなという感じですが、油断大敵ですね。昔ポケモンでそんな歌ありましたよね。先手必勝、油断大敵みたいなね、そんな感じですよ。意味わかんないですね。はい、自分で言ってて意味わかんなかったのは反省してます。さあ相手の3連鎖に対してあまり連鎖伸びづらそうな形なので本戦発火していく。そして後ろが7連結なので自分の7連鎖もでかい。これもうどうやっても負けないですね。もうね、もう余裕着々の勝利ですよ、これは。7連鎖ですが、自分は連結がかなりでかかったためもう勝利ですね。さあまだ倒しきれていないので3連鎖でもう潰していく。 OK ですね。さあしかし意外と相手7連鎖まで組めてたんで結構綺麗に伸ばせていましたね。やっぱ連結大事ですね、連結。さあそうそうそう、切らずにですかね、あれは。なんていうんですかね、底上げ、底上げなんちゃら、違う、不機嫌 GTR って言うんですかね。自分なんかね、あんまりプロプロの積みの名前知らないんですよ。知らないんですけど、まあ多分そんな感じの名前がついてたような気がしますね。うろ覚えですよ、うろ覚えですけど、まあまりあの飲み込まないでくださいね。本当にその通りかどうかって言われると確信が持てないんで。相手ちょっとうわ高く受けることでちょっとなんていうんですかね、受けを広くしてますね今。さあ一発目の単発なんで相手の単発は結構大きいですね。やばい、本線になっちゃった。いやーこれは打たなくてよかったが、相手もその本線マジ繋がってんのみたいな、多分そんな感じですね。幽霊に隠しておいたプヨで発火したので、これはかなり相手にとってはね不意打ちになったんじゃないですかね。悪タイプの技で威力80、ポケモンじゃありませんが、かなり10連鎖ありましたね。普通に軽く出てましたね今の。 OK ですね。そしたらはい、ということで勝利ですね。1戦目も軽く勝利を収めていく。6連勝の相手にもめげずに突撃していく。さあ26連勝今日俺なんかひたすら喋ってるけど大丈夫ですかね。動画見ている皆さんの耳を疲れさせない程度に喋ろうとは思ってるんですけどね。さあ2670となっていく。さあ荒琴さんよろしくお願いします。ほい、さあグレート長連鎖組んでいく。よし、さあ2連鎖。この2連鎖に何にもない相手は、食らっていくので、もうこっち側からぶっ壊してね3連鎖いってきますよ。よし、 OK ですね。ぶっ壊しっていう技術は本当に強いですよ。最強だと思ってますんでね。さあレディーゴー、どうした相手。そんな、いきなり止まらないでくれ。いや、ちょっと待って、俺置き見せした。この隙にちょっと大連鎖打ってやろうと思ってたのにくそ、あーダメだー、もうダメだーくそー、置き見せしなきゃなー。11、12ぐらいまで組めた気がするんですけどね。8連鎖で止まってしまいました。はい、ということで2戦目もね、ちょっと相手の方2戦目いなくなってしまいましたが、勝利を収めることができました。まあ多分ね、黒猫大和さんとかでも来たんじゃないですかね。ピンポーン、宅急便ですみたいな、そんな感じでしょうね。で自分のハンコを探すのに、戸惑っていたという。さあ5連勝の相手、これ前回の動画で当たった方ですね。結構手強かった覚えがありますね。さあめげずにね戦っていきたいと思います。おっと相手すごいいい形ですね。あれかなりいい形組んでますよ。これはもう普通に強い方ですよ多分。しかしなんかちょっと失敗しますねあれね。お失敗してますが、綺麗にまとめてくる感じがありますねあれは。やはり強敵であることは間違いない。おっと打たされていく、まずいなこれ。これまずい、普通に伸ばされたらまずいぞこれ。これまずい流れになってしまいましたね。大丈夫かこれ。しかしその発火はどうなんだ、暴れてないか、足りない気がするんですがどうでしょうか。そうですね、やっぱちょっと相手の発火甘えてましたね今のは。助かりました本当に。そして自分もセカンドが5連組めていたので、まだまだ相手はあと1、2連鎖伸ばさないとダメな感じでしたね。
そうですね、あと2連鎖は相手最低でも必要な形ではありましたね。ちょっとまだ自分の連鎖途中だったので、今の相手は甘やかでしたね。さあ全消しも見える形ですが、なかったですね。全消しを取れるように置いていきましたが、全消しは結局来ず。ふふふ、そう、あーちょっとミスったな、これちょっと置き方間違えたかもしれない。最低の単発に僕も単発で応戦していきましょう。さあ4連鎖に対して4連鎖で対応していく。しかもこっちの方がでかいという、もう完璧な試合運びですよこれ。完璧すぎてもうビビりますね普通にね。もう相手びっくりしてるんじゃないですかね、なんだこいつはっていう、そういう戦い方してますよ今。ちょっと5連鎖いってみましょうか。これに対して相手はあれ本線繋がってないですよね、これ勝ちましたね。あとはもうこの辺ぶっ壊して適当に埋めていけば勝ちですね。はい、ということで勝利を収めていきました。なかなか完璧な試合でしたよ今。これはなかなかね、今のお手本ですよ本当に。素晴らしい。相手のね本線が遠いところを見てすかさず5連鎖というね、最高ですよ。最速打とうとしてたところにその最速より2連鎖ぐらい大きい最速をぶつけるっていうのは結構いい技術だと思うんですよね。まあ、本当は今のところで本線打てちゃってもよかったんですけど、ちょっと自分の本線が遠かったっていうのもありますね。はい、よし、さあちょっとあえて、やばいやばいぞそれ、これ結構痛いですね。この2連鎖かなり自分にとって痛手な2連鎖となってますね。ただ後ろの紫黄色でこれは折れてますね。さあここで3連鎖打つことによって5連結の3連鎖なので多分もう発火点が出るので、これで最後連鎖6連結の5連鎖が打てるんで、もうこれは勝ちですね。危なかった、非常に危なかった今のは。かなり今ね良くない状況でしたよ普通に。はい、ということで1戦目勝利ですね。試合目を取っていく、星を重ねていく。で次はどう出てくるかな。2ダブありますね相手。打ってくるでしょ普通に。ただね今回俺2ダブ打たれても大丈夫ですね。なんで大丈夫かと言いますと、高いんですよ形が。でももうこれ発火で勝ちやん俺。これちょっとこれ相手甘えてましたね。なんか形が崩れてしまったのかは分かりませんが、ちょっと今回は相手甘えてましたね。これもう6連鎖あればもう入ってこないんで 100%。 そうですね。であとはもう小さい連鎖を、小さいですか、まあ4連鎖打つことによってもう潰れますね。はい、完璧です。さあ2戦目だっけ、わかんない。この動画内何戦目か忘れましたが勝利を収めていく。あ、もう4試合やってるね。 さっき25連勝で始めたから。さあそしてレート2683で次勝てば30連勝ですよ。なかなか激アツです。さあそしてまた同じ相手が出てくる。はい、さあ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 、全消しが見えるので一応ほじっていきましたが取れなくて、最低緑から発火がありますが、ちょっと博打ですね今回。珍しくちょっと博打をしてみましたが刺されましたね。もちろんたまにはちょっと休憩がしたいのでこういうプレイもありなんじゃないですかね。はいよ、これでも、刺さりますね。 OK です。さあ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 、これ勝てば30連勝でしょ。普通にすごくね、普通にすごいと思うんだよね自分で言うのもあれですけどね。なかなかここ最近あまり勝率が良くなかった時にね、結構気持ちがいいですねやってね。さああまりねなんか勝てずにねちょっとイライラしてたんで、ちょっと勝ちに行くと決めて始めたこの、なんですかね、戦うぷよですが、なかなか今いい方に転じてますよ自分の中で。災い転じて福となすというのはまさにこの言葉、まさにこの言葉じゃない、まさにこのことですね。ほうほうほう、さあさあ伸ばせてますね、いい感じに。よっこらせ、さあ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 、ほい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 、いいじゃないですか。さあもうその2連鎖食らわずに発火すればもう勝ちかなとは思いましたが、紫飛んでしまいましたね後ろが少々、紫飛んでしまうと3連鎖ちっちゃくなりますねこれは。8、9、10、11、12、13連鎖までつながってればあった形だったんですが飛んでしまいましたね。しかし勝利なのはもう間違いない。さあ30連勝決めていく。
素晴らしい。なかなかここ最近の俺ではありえないぐらい勝ってますね今ね。ほい、30連勝。ちょっと記念にDS の画面を今ね写真撮っておきました。後で多分ツイッターに上がることでしょう。さあまた同じ相手ですね。なかなか連勝してる相手とかも当たるんで結構楽しいですね今日は。ほい、さあ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 、ちょろっと相手を見ながら、ちょろっとね、ちょろっと、あんまり俺凝視できないんでちょろっと見ながら。凝視ちゃんとできる人ってすごいですよね本当に。あと始めたてなのにとりあえずなんか業種の練習してる人とかも意味わかんないですよね。僕マジ農業士で始めた人ですからね。業種なんていらねえとか言いながらぷよぷよやってましたもんね昔はね。もう本能系ぷよらだったんで。さあ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 一戦目取っていきます。業種すると疲れちゃうんだもんなって。した方が勝てるのはわかるんだけどさ、業種するよりも自分の本線組めた方が俺ね強いと思うんだよね初めのうちは。とりあえずだから本戦力伸ばすっていうことはもう先決なんじゃないかって僕思いますよ。だからなんか無駄に業種とか始めようとしてる人はまず自分のね本戦力をね磨いた方がいいと思いますよ僕は。僕からのおすすめですね。僕はこうしてきましたっていう、もう何ですかね、よく野球選手とかが小学校訪問して喋ってるような感覚で今喋ってますけど、さあ相手の二刀流三面に対しても本戦ぶつけてるのでもうどうやっても勝ちですねこれはね。もうちょっと、はい、お茶でも飲みながらゆっくりしましょうか。さあ、12連鎖。結構ありましたね、自分の連鎖も。ドヤ顔で12連鎖を打って倒していく。オッケー。さあ、31連勝。連勝が少しずつ伸びていく。さあ、そして冷凍ももうすぐ2700台。こんなに勝ったのに2700台乗らないとはなかなか鬼畜ですよね、このゲームもね。さあまた同じ相手、今この相手しかいないんですかねオンラインね。まあいいですけど、いいんですけど、もうちょっといろんな人とやりたいなっていう気持ちはありますね。よし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 。さあその2ダブに対して全化粧ぶつけていく。もう8連鎖が完成していく山竹選手。あ、7連鎖だった。まあまあまあ細かいことは気にしないでいきましょう。もうほぼ7連鎖も8連鎖も一緒なんでね、それは嘘ですけど。もう相手も結構僕と当たるたびに絶望しますね。だんだんプレイが適当になってきてますよ。それでもめげずにねこう戦いに来てくれるところはなかなか嬉しいですけど。さあレディーとファイト。今日なかなかこの LLR っていう形が自分の中で綺麗に決まってますね。かなりいい兆候ですよこれは。この形ですね。LLR できてるときはかなり連鎖日が綺麗に決まってるんですよね。これはなかなかやってて楽しい日ですね。どうしようかな。よいしょ。こんな感じでとりあえず。パト。パトじゃない、ポト。パトってなんだよ。頭に今何が浮かんでたんですかね、自分。これ本当はね黄色まで行きたかったんですよ。あと黄色1個積もるだけなんですけど、自分ネクネクまで黄色見えてないんで相手3連鎖で止まってたんで、あとね次のもう1個で黄色来るかどうかの勝負になっちゃったんですよね。なので伸ばしに行きませんでした。もし伸ばしに行ってたらもうやばかったですね。13ダブっていうのもなかなかの火力が出る連鎖だったんですが、まあ12ダブでも十分火力が出るんで OK でしょう。あ、黄色来てましたねネクネクね。うん、ネクネクじゃないか。まあちょっときつかったかな黄色まで行くのは。まあまあいいでしょう、とりあえず勝ってたんで OK です。さあ2695、レートも高水準になってきましたねだいぶね。また同じ相手だ。いいのかな、ちょっとこれ同じ人としかやってないですけど動画として成り立つのかわからないですが、もう関係ないですね。僕はもう連勝伸ばしていくだけなんで。さあ連鎖日をゴリゴリ伸ばしていきますよ。おしゃれ、もうすげえおしゃれ。そうかな、そうでもないな、おしゃれではないなこれな。すみません、おしゃれではなかったですこれは。さあとりあえずの2連鎖からの本戦発火。さあ左3列でどこまで連鎖が伸びているのか見ものですね。そして相手の連鎖に勝てるのかどうか。はいはいはい、皆さんこれが連鎖日ですよ。はい、グレート。
8に行く中でもたまに連鎖秒をやるこのフライング、グレートですね本当にね。嬉しいな。オッケーオッケー、なかなかいいですよ本当に。さあ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 、お、今回もちょっと連鎖秒やっちゃいますかこれ。あ、ミスだ。まあ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 、そう、相手の1連鎖に対してたまたま1連鎖がかぶっていく。どういこうか。じゃあこうか、こうしてこうしてこうして、これでいいかな。振るなよ一番右、よしボウト。さあ左の緑が消えないですが、青までは回収できるいい形なんじゃないでしょうか。さあ上からつながっていく形、素晴らしい。皆さんこれが連鎖秒です。ちょっとたまには連鎖秒もやりたくなってやってみましたが、やはり連鎖秒は楽しいですね。連鎖秒でねただ勝率が下がるのでやりません。ちょっとね、今なんか連鎖日できる感じだったんでやってきました。たまたま連鎖日ツモが来たんですよ今のは。そう、連鎖日伸ばせるツモの時は全然連鎖日やっても普通に戦えるんでいいんですけど、無理やり連鎖日組もうとするのが良くないんですよね。なのでやっぱり連鎖日組む時はちゃんと、連鎖日っぽいツモが来た時に連鎖日を組むのをお勧めします。さあ33連勝でレート2699、死んでも次で勝てば、死んでもじゃないですね、勝てれば次は2700台という。おっと、やはり今の相手しか今オンラインの潜ってなかったんですかね。多分これやめた流れですよね今の相手がね。でやめた流れで、来なくなるという。お、よし、ぷよぷよ好き、いいですね。さあレート1999、相手は勝てばレート2000台に乗りますね。そして自分は勝てば2700台に乗るという、もうね、なんか似たり寄ったりな感じですが、僕はねもう負けないですよ相手が。次せっかく2000台乗るとか知りません。僕はもう僕の戦いするだけですね。はい、やべ、めっちゃ雨降ってきた今ね。ちょうど台風来てるんですよね撮影日、撮影してる中ですが、やばいですね、浸水してきそうですねこの雨の感じ。もう打てば勝てるかこれ、3連鎖しかないけどねこれも。はい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 、すげえすげえすげえ雨、リース濡れるんだけど。いや濡れないですよそれもし切断するときの言い訳としては、雨が降ってきて DS 濡れて、電源が落ちちゃったっていうのが一番言い訳になるかなって、まあ、ちょっとだけ思いましたね。はい、そんなことやらないですよ、もちろんやらないですけど、切断するときはそれぐらいなんか面白い言い訳をちゃんと用意してくださいね皆さんね。よし、さあ単発からの3連鎖ですね。いやーちょっと打っちゃったよこれ、やばいですね、これ負ける流れだな。さすがに繋げられるでしょある程度相手。しかしあれ赤うまく入れられるんだけど出てこないですね。なんで死んだ今多分うまくやれば普通に勝ってたと思うんですけどね、僕が多分伸ばせば多分自分に勝ってたと思いますね。さあレート2700ぐらい伸びました、ありがとうございます。最高、しかも34連勝ってすごくね普通に。これ写真撮っとこう、普通にすごくねこれ。自分で結構ビビってるんですけど今。結構やっぱぷよぷよってなんか速攻刺さって負けるみたいなこともあるんですけど、そんなのもなく34連勝できたのはなかなかこれもう誇りに思いますね、プライドオブ山竹。さあ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 、今回もねしっかり戦ってきますよ。さあ相手あんまり連鎖組めてないですね。はい、連鎖がちょっとあまり組めてないようにも見えますので、もう適当にいたずらしてブレイモノっていう言葉がブレイモノだと思うんですよね自分ね本当。え、これどうしよう。あ、フルちょっとこれ緑飛んじゃうけど、まあまあまあとりあえず打っとくか。連鎖日で本当は緑ね4列連鎖日にして回収したかったんですけど飛んじゃうんですよねこれだとね。まあただ相手連鎖あんまり組めてないんで大丈夫でしょう。はい、さあ勝利を収めていく。さあ骨にしてしまいましたね相手のキャラクター。リディルが食したんでしょうかこの魚王子を、だから骨になったんでしょうね。美味しかったですね本当に、味的にはなんかニジマスに近い感じでしたね。さあ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 、さあ2連鎖、はいや、
え、雨やばいんだけど。すげえすげえすげえ、すげえ降ってきたよ雨。マジでやばい。大丈夫これ、俺んち雨漏りしないよな。そんなボロ屋敷じゃないですからね、普通の一軒家ですよ。嬉しいな。さあ勝利を収めていく。35連勝最高かよ。2707レートは相変わらずあまり上がらないですが、いいですね。みかんいいですね。みかんといったらね、あの愛媛にあるみかんか静岡にある三ヶ日みかんですが、自分の中ではね、他にも美味しいみかんがあればね、皆さんぜひ教えていただければなと思いますけど、ちょっと自分情弱なんでそこまでの知識しかないわけですよ。浜松で飲んだねみかんジュースマジうまかった。あれはちょっともう一度飲みたいなという思い出がありますが、なんで俺浜松行ってたんだろう、なんか用事あったんだよな。で居酒屋で飲んだ、なんかそのみかんジュース、なんで居酒屋で飲んだんだろう、それなんかあんまり酒飲みたくなかったんだろうね多分ね。さあ、あ、ちなみに皆さん、僕ちゃんとね、あの今ね未成年じゃないんでね、そこはお間違いなく、お酒飲める お年頃なんでね。おっと、なんか固まったぞ。台風でやられたかこれ、回線したらエラーコード発生したら俺のレート普通に下がるんだけど、そ、あ、よかったよかった、この画面なら安心ですね。エラーコード発生っていうのはもう僕のレートにも影響するんでやめてほしいんですが、今のなら OK ですね。さあさあさあ、35連勝って普通にやばいなこれ、ビビるんだけど。シャロよろしくお願いします。レベル高えこれ普通に、びっくりしてる自分でも。ほい、さあ鍵済みですね。なかなかいい感じで組めてますよ。わー綺麗ですね。もうザ鍵積みって感じの積み方をしてしまってますね今。ちょっと綺麗すぎてびっくりしますね自分でもね。さあしかしこんだけ綺麗だとまたゴリ伸ばししたくなる症候群がね今自分ね、攻撃してきますね。温泉伸ばせ大連鎖打てっていうね、悪魔のささやきが今自分の耳元で聞こえてるかのような綺麗な積みですねこれは。こっち乗せてこうして、お、これでも本線発火すれば結構でかいんじゃないか。14連鎖ぐらいありますよねこれ、後ろ緑まで連鎖瓶をしっかり回収している形。うわー紫が飛んだー、ふー1連鎖減ってしまいましたね。13になってしまいました。だがし8万1000点も相当でかいですよ。8万1000点って学生がねアルバイトで8万1000点稼ぐの結構大変ですからね。1ヶ月の給料だとすごいちょうどいいと思います自分は。さあ点数お金換算しないでほしいですね。さあ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 、今回も冷静に冷静に積んでいきますよ。はい、おっとニトリが見える。さあ相手黄色が、お、埋めてしまったらもう相手の勝ち目はゼロですね。さあ勝利を収めていく。36連勝。さあ動画を25連勝から始めたから、ちょっとやりすぎたな今回。この辺にしときましょうか。出れたらこの辺にしましょう。あ、出れますね。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。なんと36連勝までのやってきました。この動画内で11連勝ということで素晴らしいテンポですね。やばいですね今もうちょっと楽しいんでこのままも連続して動画あった分撮ると思うんですが、まあ、今回はねこの動画はここまでにしたいと思います。連勝どこまで伸びるか期待しててください。できればね50連勝とかもバンバンしていきたいのでよろしくお願いします。はい、ということで、チャンネル登録やツイッターのフォローお待ちしております。なかなかねあとみんなの、ね、応援コメントちゃんと読んでますんでね、はい、ツイッターとかでリプライでね結構コメントくれたり普通にもう動画内でコメントくれるのも全部読んでますんで、もうありがとうございます本当に。返信ボタンちゃんとついてる人にはね、ちゃんと返信しますんでよろしくお願いします。たまにね、なんか返信ボタン表示されない人いるんですよね。それ多分ね、設定が、返事を許可しないになってるんで、それを許可してくれれば返事すると思いますんでよろしくお願いします。で、まあ、直し方は多分自分でググれば出てくるんで、ググってください。はい、ということで今回ここまでにしていきます。また次回の動画で会いましょう。